はいいどうもオックポンでございます国内のね取引所っていうのがんかあごちょごちょして取引ができないよって財布なんか3日前にね、えー、何も触れないよぐらいな感じの状態になってたようなんですけどもこれについて、えー、ちょこっとお話をしようかなとで今後どうなっていくのかなっていうところで,で、えー、まあ取引所がですね日本の金融庁の方に叩かれてで持って、えー、処理を。 してるとというところで、ございますでこれについては、おそらく、営業停止になっちゃったら困るうーだですよ。それはお客さんもそうだし、その取引所を運営してる方もそうだし、まあ二重に困るんですよね。それで、えー、メールも来なかったよっていう話なんだけども、メールをする間もね、取引停止になったら、営業停止になったら、それこそ大変なわけですよ。 いつ営業が再開になるって、で、私たちね、えー、保有してる場合っていうのは、そこにお金が入ってるわけですよ。っていうことで、そっちをね、メールより何より、まあ営業停止は避けたいっていうところで、そっちにね、えー、まあ集中して動かれてるんじゃないかなっていう取り方ができます。あとですね、 えーこれ、暗い話なのかな、最近ね、日本人の外国と外国にある取引所をですね、これ、使わないでほしいみたいなね、えー、使わないでって、で、なんかね、そういう注意、あるいは本当に使えなくなっちゃったところもあると思うんですけども、日本人の我々がね、取引ができないと、おいちょっと待ってと。 ね、僕私たちね、いろいろイスラエル案件ってものがあります。ねえー、他にもあります。有料コインってのがあります。まあ、ノアだとかエイだとかね、信者多いですけども、あのー、その通貨が、ね、取引ができないっていうのは、それは困りませんか、ね、困りますよね。 で、そこの日本人の人たちが取引ができないっていうのは、これ、取り方としては、私は長期的に見たらいいことなんじゃないかなと思うんですよ。理由としては、あまあ、非常に淡泊です、ねえー。取引ができないってことは、どっか取引所作ればいいんじゃねって話で,で、取引所作るより、ある取引所それは追加すればいいよねって、メニュー増やせばいいだけなんじゃないかって。 ねえー、そういうところです。で、あのー、日本って、えー、信用度って高いっすよね。うん、高い。だから、不況期には円が買われるわけで、それぐらい,い,い信用度が高いです。なんだかんだね。 今先進国ではないです正直私は先進国ではないと思ってますでその日本の立ち位置の先進国ではなくなった日本でもそのシステム系とか保全系って強いっすよねって安全っすよねっていうところは世界中の誰もが言うことなんじゃないかなと思いますで、えー、先ほどの話に戻ると海外の取引所で取引ができなくなった日本人その先どうすんの ね、取引したいよね。ダイダロスから枝抜きたいよね。枝、えー、がまあ100円、200円、300円、500円になったら、それはダイダロスから出して取引所に流してね、誰か買ってよって、俺売りたいよまあいいよいいよ、もう500円で売ろうと思ったんだけど、480円でいい、いいてポイて、ぽいっしたい方がいたとします。で、この時に枝売れないよ困るね。 ね困りますよね。で、ここでレーンと出てくるのが日本の取引所でエイダ取扱いっていうところなんですよ。わかりますかで、これがあ増えてくるとお、短期的にはね、アタふタしますわ。ね海外にあるう取引所からエイダ抜けなくなっちゃったよ。ね他にもありますよね。有料コインだって言われてるものを、ああでもねこうでもないが抜けなくなっちゃったよ。それ大変だと。 一、ね、回はあ、まあ、ウォレットないしダイダロスないし他にねいや,やっぱりそのノアにしてもノアウォレットみたいなのがアンドロイド版ありますからそこにポイッチをして「ああ」と「なんだ」と「売れなくなっちゃったのか俺の」って言ってると出てきますあ,あ日本の取引所でノア扱いますよエイダ取り扱いますよっていうところが出てくるんですよきっとで、えー、なんでかっていうと 今までの人間の歴史上ですよ。困ったところにビジネスが展開されてるんですよ。だ人が困ったな、もっと楽したいな、なんか綺麗になんないかな、美味しいもの食べたいな、鮮度が高いもの食べたいなっこれ今の生活全部当てはまりますよね。冷蔵庫っていうもの。あとはあ安全性で言うならば漂白剤みたいな、洗剤みたいなのありますよね。日本の洗剤は非常に優秀です。 まあ海洋汚染がそのためね、進んでるんですけども、あの、まあまあいいや、優秀なわけですよ。で、困ってるんですよ、一部の家庭で。だから、排水がね、臭いが困るって言えば、そこに商品が出てくるじゃないですか。そういうことなんですよ。洗濯機、洗濯機がないときは、手で洗ったまあ今、大変なわけですよ。で、それが電動になったわけですね。で、洗剤っていうものも合わせて売るようになったわけですね。で、このようにですね、 困ったところに匂いがね、今度気になる。男性の匂いが気にな,れる,なるって、これね、えー、まあ、私も男性ですからよくわかります。あのー、気になりますね、男性のね。で、そこに芳香剤みたいなものが出、消臭スプレーみたいなのが出たり、あとは柔軟剤に香りをつけたりっていうのが、まあ、それも逆にね、 えー、なんか消費者、消費生活センターに問い合わせが来てるみたいなんですけど、ちょうど匂いがきついよっていうところでね、えー、あとはやっぱりあの環境に悪いんすよ、ああいうものって、匂、うん、いをああでもねこうでもなって、自分の人体、私たちの人体にもね、 え短期的には問題ないけども長期的には問題あるようなのでねえだから本来であれば使わない方がいいんですけどでも短期的に見て何とかしてよとこういう蚊に刺されるのにそのまんまブンブンってまた刺されて眠れなかったよっていう場合にやっぱり蚊取り線香みたいなものは出てくるじゃないですかねっていうところで困ったところで必ずこれが出てくるんですよ うん、こういう商品だとか。で、今回であれば暗号通貨のエイダノアが取引できなくなっちゃったよっていうのがあ、仮にこれが全面的に出てきたら、日本の取引所は取り扱うんで、これはワンチャンありますよ。日本の取引所もね。やったと。お今まではあ、今ラッキーと思ってるかもしれないですよ。日本の取引所では、あなんだ。あんな有料コイン、日本人取引できねえんだ。あただ持ってる人いるよね、いっぱい。 あじゃあ、それ取引しちゃおうや、ねえー。次の会議に持ってっちゃうぞ。ねえー、で実装は3ヶ月後とかね、えー、なってくるとは思うんですけども、あのー、そんな話がバン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 出てくるわけですよで、えー。困った私たちいますよね。売りたい。でも売れない。どうする、ねえー、アイフルには行かないわけですよ、ね。お金借りてる場合じゃないです。そんなんでね。えー、であの取引所があーそれで売れるようになる。 ね、売れるようになれば、これ長期的にね、日本の取引所にお金が入るっていうところです。まずね。まず、日本の取引所にお金が入る。我々、日本人はそこの日本の取引所で売買ができる。それは安心ですよね。何が安心って、やっぱり気持ちがいいんですよ。日本の取引所だから。ね。 えー、ざっくり言うと気持ちがいいじゃないですか。うん、っていうところで、あのここのは心配しなくて、私はあ短期的にはうねうねしますよ。あ心配な取引ができない、ログインもできない、ねえー、問い合わせしても連絡ない、ねえー、超不安です、ねえー。なんですけども、短期、中長期的に見たら全然大ありくいですよ、これは。 あのー、あってしかるべきことなのかな問題なのかなっていうを見てるので、まあ、ここはですね、えー、しっかりと押した目でね、えー、長期的な目線で見ていくのがいいんじゃないかなと思いますで暗号通貨でね話題になってます株の方もやっぱりあります、えー、企業の銘柄ですねでこれはあ今日であればサムライというね えこの会社が乗っかってきてます。うツイッターの、ね、TL にもバンバン出てきてますし、なんで出てきていくのかっていうと、サムライっていうの会社、今500円割ってます。ねえー、で、なんで出てきたのって500円割ってる株価が目標株価5000円っていうのを週刊誌で出したわけですね。ね暗号通貨をた何やってんのっていうとこね。暗号通貨を担保にお金を借りられる。う うん、暗号通貨保有者向け貸金事業を子会社が開始、どこもやってないユニークな事業。時価総額は131億円。だから、まだまだ伸びることが期待できる。うん、前期が赤字だったことが、今期式法で、えー、黒点、黒字転換予想、5月18日式法予想ではさらに引き上げたと。うん、5月18日の予想っていうのが、式法ってのが今月出たんですよ。で 今月出たので、それに対して、さらにね、その式揮法の中では、侍っていう評価が高くなってるっていうとこですね。っていうとこから、 あこの暗号通貨と株のね連動お、なかなかうまくいかないところもあるんですけども、昨日、おとといがストップ安です,ですから、侍ってね。ともあ、ともすればまたね、えー、山根ちゃんっていうところも、山根メディカルっていうところも、暗号通貨取引所かな、あーで上げてきたものがあ、昨日かな、今日か、ストップ安つけてて、これはまたね、参ったなっていうところではあるんですけども、 あのー、こういったものっていうのはやっぱり短期的には何でもあります。 上がって下がって、ストップで叩かれて、ストップ高で上げられて、うわ、売れないと、両方売れないと、ストップ高、ストップ安、両方売れないですからね、なかなかね、取引がこう進行していかなくなっちゃってますから、板にある場合ってのは、板に差し値で入れとけば変えることもあるんですけども、なかなかどうしてそれがうまくいかない時があるんですよ。はい。で、話は戻しまして、そういうことがありますので、この展開ってのは、本当に淡々として見ていくと。 ね、暗号通貨に、もしかしたら本当にポジションを取ってない方がいいぐらいなのかもしれないです。自分の体のポジションよ。暗号通貨持ってるのはいいと思うよ。うん。いいと思うのよ。うん。ね。 えー、私も持ってますからね、しっかりね、何度も言うようで,ですけどね、えー、そこはん心配、まあ、私が持ってて、これで下がっちゃったら、もうどうにもこうにもならないんだけども、まあ、持ってるっていうところで、まあ、皆様と一緒なわけですよ、立ち位置はね、えー、まだあーやっぱりこの未来に対しての影響度合いっていうのは高くなると、えー、影響度合いが高くなるってことは、価格が上がっちゃうよねっていうところじゃないですか。っていうところ なんですよなので、まあ、長期で構えてればいいんじゃないかなとは思っております。うん。で、こんな感じでね、やってみましたけども、いろいろありますから、ね、えー、自分の人生と同じように株価、暗号通貨の価格、全部同じですからね、えー、いろいろあったでしょ子供の頃と同じですからね、そ場なんて、今の感じはあ。そうですよ、暗号通貨の株も。 もうな感じですもう何も知らないと。知識もないと。どこに行っても訳もわかんないと。大人たちは背がでかくてよく見えるみたいだけど俺た、俺たち子供は全く見えねえよ、この野郎みたいなね。そういう環境じゃないかなと思います。それを長期的に見ろって言ってもなかなかどうしても難しいと思います。だって身長が低いし、知識がないし、経験がないですもん。それがあ大人になるわけですね。 で大人になってみれば、大人の言うこと、過去に言ってた大人の言うことってのはよーくわかるわけですね。えー、信号は青になってからすぐ渡っちゃいけないとかね。えー、まあ、引かれますからね、今なんか。信号、赤でも青でも、どっちでも守ってても守らなくても、引かれちゃいますから。ね高齢者がズドーンってー、ね、アクセルと、ああ、すみません。アクセルとブレーキ間違えましたんで、で、な当たった方は大怪我かね。 あ,まあね、あのように言ってしまうわけですよ。そのぐらい危険なわけですよ。で、大人であれば、それが人生経験でわかるわけですよね。今、私はこう見てて、いや、おっかね世の中だなと思って、こう、道路に入るたびにね、思いますけども、道路、いや、なんかブレーキちょっと甘くねえかみたいなね。 あなんでこんな駐車場でこんなスピード出すのよとみたいな、非日常じゃないですから、日常茶飯事でそういうことを暮らしてて、いつ殺されてしまうか本当はわかんないぐらいなんですよ。うんうん、外に出ればあ事故が起きても全然おかしくない。 えー、一昔前と比べたらすげえ確率は増えてるんじゃないかなと思います。でそこに子供今の子供さんがいるようなあ環境が今のね暗号通貨の株とおもちろん暗号通貨っていうところの相場になってんじゃないかなと思います。でそれがあ自動運転だとかあ高齢化に適した社会になってくればこれはあどんどん成長されて死亡事故も減るでしょう自動運転ができれば。 うん、私は人の力より自動運転の方が信じてますからヒューマンエラーおっかねですから本当にあ本人があスマホがプルルってなってあーあーこれすっげえ大事な取引先だよっていう時に、えー、営業の人はね取るでしょ電話まずそうでしょでその時にたまたまね子供がウェーとこうやって虫がトンボかなんか飛んでてウォーって言って道路に出てでそれ 取ろ,ろうとしてるときにいい、交差点の一時停止をね、超、えー、えちゃったと。で、そこに子供がうわーって入って、ズドーンってなったら、ほら、ありますよね。ない話じゃないですよね。うん。だから、これは事故と事故みたいなとこあるんですよね、えー。相場であれば、急騰急騰なわけですよ。えー、営業職の人は電話が来て、でっけえ取引先から、しかも、和訳から電話が来たよ。ね、これは取んねえと。まず、運転よりこれ、 電話取んねえと、俺たちの会社っていうより、俺の評価が下がるよと。で、子供も大変ですよ。見たこともない、でっけえ友が飛んでると。鬼山が飛んでて、鬼山取ろうと思って、子供もこう、頭ではではないですからね。もう衝動的に、ああ、鬼山がいたみたいな感じで、うわーってやっていってる時に、そこのタイミングでね、二つがガチンコですよ。で、十分事故になるじゃないですか。そんなもんなんですからね、事故って。 あのー、両片方が構えてれば何とか避けられる事故ってのは多いとは思うんですけども片方が構えてないもう片方も構えてないこの段階で動きがあるから衝突があるから事故が起きるんですよね。っていうことなんですよ。で暗号図化って今本当こんな感じなんじゃないかなと思うんですよ。うん正直ね。 で、これがバチンバチンやってる感じなので、ちょっと、なんだかよくわかんねえなっていう、こういうところに今差し、かかってんじゃないかなと。だから、うおウおウってやってるうちはいいんだけども、そのウォウォではなくなった今なわけですよ。そうでしょで、そのウォウウでなくなった今だから、みんながみんな不安なわけ。うん。っていうところですよ。ね。えー、ちゅうところで、これね、えー、気合い入れて、こう、長期でね、見ていきましょう。 で、はい。ちゅうとこで、えー、ね、えー、やっていきましょうね。ではでは、あまあ気にしない方がいいっすよ。相場を本当にいい。まあなんとかね、日本の企業しっかりしてるからあ、私はなんともないと思ってます。コインチェックなんかは特にそうで、一番私は問題ないか,かなと思ってますから、今ね、えー。でございました。ね、えー、いろいろあります。ではでは、バイバイ。